どうも、ベルマです。本日の動画はですね、もう新年から続く福袋開封動画になります。でですね、今回開封する福袋なんですけれども、リベンジになります。で、ね、早速どちらの福袋のですねリベンジを行うかと言いますと、こちら、はい、コーチでございます。でですね、去年の元旦もこのコーチの福袋を購入いたしまして、動画はですねこちら、はい、こういった動画を去年アップしておりまして、まあ、再生もねすごくされてるんですけれども、もうなかなかな内容でございまして、本当にファッション YouTube 界隈でもなんか他の動画のコメント欄にも書かれたりとかして、なんかあの金髪の人のチャンネルでコーチの福袋やってたけど中身ひどかったよみたいなことが言われるぐらいなかなかの内容でして、ぜひですね概要欄の方にも動画のリンク貼らせてもらうので見てもらいたいんですけども、通称ですねブルーバック事件というものが行われておりまして、動画見てもらったら分かるので、すごいね発色のいいバッグがわんさかわんさか出てきまして、なかなか厳しい福袋だったんですよね。去年はね一番最高額の福袋を購入したんですけれども、というところで、ただただいろんなね SNS とか YouTube を見ていると、中にも当たりはやっぱあるみたいなので、そのまだ見る桃源郷を見てるところで、今年もですねリベンジをかましてきました。で、今回買った福袋がこちらです。じゃーん。はい、こちらコーチの福袋、一番最高額の8万8000円ですね。こちら福袋になります。で、一応ジャンルがですねメンズレディース分かれていて、自分は8万8000円の、バッグの福袋ですねを購入いたしました。なのでこんな感じでね、あのね去年も動画で結構言ってるんですけど、このキャンバスバッグが一番可愛いんじゃないかなっていうところも言われてるところ、ただ今年はなんとウサギ年ということもあって、このコーチのロゴがですねウサギが引いてる感じになっておりまして、ここをね季節感を出すことによって、あんまり普段使いもできなくなるという事件がね早速起きてるわけなんですけども、いやーたぎってきましたねこれは。やっぱり福袋っていうのはもちろんですね、まあ、お得な買い物をするとかそういったところも含まれてるんですけども、夢を買う部分がありますから、まあ今のところですね2013年買ってる福袋に関しては全てね厳しい結果にちょっとなってるわけなんですけども、このコーチでねちょっと挽回していきたいですね。で、今回買ってきたコーチの福袋に関してですね、ちょっと詳細の方をお伝えしようと思います。で、今回購入した福袋なんですけども、こちら幕張のアウトレットで購入いたしました。結構ねコーチに関してはアウトレットでね限定の福袋販売したりとか、いろんな動画とかで販売されてる福袋に関しても、あれは結構アウトレットでね専用販売されてるものになりますね。やっぱコーチといえばねなかなかお安いブランドではないので、まあ、こういった形でね安く買えるのもやっぱ人気の秘訣なのかもしれないですね。でですね、今回購入したこのコーチの福袋なんだけど、他にも価格帯がありまして、今回自分が買った8万8000円以外に、次下のプライスがですね税込みで5万5000円で、一番安いのが税込みで3万3000円ところで、まあ、3種類用意がされてるみたいですね。やっぱね買うなら一番高いものなんじゃないかと思って自分は8万8000円購入した次第です。じゃあですね、前置きは以上といたしまして、早速中開けていきたいですね。もちろんなんですけども、まだ購入してから開けてないんですよねこちら。はい、もちろんところに封があるんですけども、早速開けていこうと思います。それでは開封の儀。いやードキドキしましたねこれは。入っていた感じでですね、これ入ってるバッグはこのキャンバス素材のバッグですね。これは去年と引き続き同じかな、なんか表のねフロントの柄がウサギ年になってる以外は同じになってると思うので、早速開けていこうと思います。中を見ずにねちょっと気になったものから出していこうかな。それではオープン。さあ結構ね入ってると思うんですよ、8万8000なんで。去年も、まあ、小物だったりとか、まあ、あとバッグもウエストバッグとかそういうの入れると3つぐらい入ってたからね。おー、いやー、なかなかなボリューム感ですよこれは。はいはいはい。どっから出そうかな。ちょっと大きいやつは弾いて、ちっちゃいところから出していきましょうか。あ、これちっちゃいんじゃない。しかも複数入ってますね。一つ目の真ん中に入ってるやつですね、こちらです。じゃん。お、なんだこれ。なんか一つのこのビニール袋に複数点入ってる感じになりますね。じゃあ早速開けていきましょうか。はいはいはい。あ、これもなんかまとめてレザー小物が入ってる感じになってますね。じゃあちょっと順に出していきましょうか。まず一つ目、はい、こちらコーチのペンケースかなになります。これ、ね、表面の素材感がなんかレザー、多分本革だと思うんですけども、結構脂肪感のある革になってますね。なんか高級感は割とあるような、結構脂肪感があるから結構表面の傷とかね目立ちづらいので、なんかバッグの中にポッて突っ込んでも使いやすいというか、そんな感じですね。デザイン的にはねシンプルにこのフロントジップが施されているような、本当によくあるような感じですね。カラーもブラックか、ね、ブラックにしては若干色は浅い感じはするんですけど、まず定番的な使いやすいやつですね。ほうほうほう、可もなく不可もなくみたいな、悪くないんじゃないですか。はい、でこのビニール袋の中に他にも小物が入っておりまして、2つ目のアイテムがこちら、じゃん。でこちらがですねミニ財布みたいなものかな、なんかパッと見カードケースっぽく見えるんですけど、うん、あ、ミニ財布ですね。こんな感じで中を開けると
うん。で、こうやってね、こっちやると、お札入れみたいなものが入ってますね。あとは、こっちに小銭も入る感じじゃないですかね。なんか、ルコーチのロゴとかも特になくというか、中に、ここか、ここのフロントの部分に、コーチのロゴがあるような感じになってますね。めちゃめちゃ置きに来てるじゃない使いやすいよね。うん。この手のミニ財布って、なんか数年前に、ね、バレンシアガとか、そういったところがね、作ってほんと一世風靡したところがあるんだけど、いや、これはなかなか当たりなんじゃないですかね。では次ですね、まだまだ入ってたわけで、3点目がこちら。じゃん。これはこれも中開けるとキーケースか。はい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 。ここに、あのね、鍵とか、そういったものを入れる感じですね。おー。で、カラーが、先ほどね、紹介したものに関してはペンケースもミニ財布もブラックだったんですけども、こちらはブラウンになります。おーおー、まあいいんじゃないですかね。で、こちらに関してはシンプルに、ここにですね、コーチのロゴが施されてますね。フロントにはなんか見せてこない感じなんだね。なんかこういったところにも、こっちにも、なんかロゴとかそこに入ってなくて。で、表面のレザーに関しては割とこれも脂肪感のあるというか、うん。表面感のみは素材になってますね。まあ、これも割と使いやすそうですね。で、なんかね、キーケースといっても、こういったところとかに、まあ、ちょっとした、なんかお札とかカードみたいなものも入れられるので、なんかね、軽いお出かけとか、そういったものはできそうですね。なんかブラックだったり、ブラウンだったり、小物類は割と使いやすいんじゃないですかね。でですね、ビニール袋に入ってたレザー小物4点目がこちらです。はい。これは、何ですの？あー、カードケースか？ここになんかね、カードを入れるような溝があって、カードが1、2、3、4、4枚。あと、このね、ラップを取ったりすると、ここちらにも、あのね、いろいろ大きい口が開いてて。なんかこれは何すかね？まあカードケースか。財布の中にダイレクトに入れたりとか、そういった使い方ができるんですかね。かなり薄くなってるので、まあカードとかね、いっぱい入れて、ポケットにスみたいな使い方もできるような、結構利便性が高いようなアイテムですね。で、先ほど紹介したレザーと違って、表面がこんな感じで、ちょっとキラキラしたような、ちょっと上品めな感じになってますね。うん、で、かなり薄い。で、コーチのロゴがこちらに。わかりづらいんですけども、ロゴがここに入ってる仕様ですね。いう感じで、一つの袋にね、4つ入ってたわけなんですけれども、割と良かったんじゃないですかね、今のところ。こちらのペンケース。で、こちらのミニ財布。で、こちらのキーケースですね。で、あと最後にこちら、カードケースの計4点でございます。ただですね、コーチの服部去年も買ったんだけど、去年もね、割と、なんかコーチのロゴものの小物だったりとか、小物安定してんだよね。まあね、まだまだ油断はできないんですけども、滑り出しは結構いい感じなので、リベンジあるんじゃないですか、これ。もうね、あのね、ひどい福袋を引き当てると、あの、1月中、もう知り合いとかからめちゃめちゃいじられるんですよね。見たよ、みたいな。あれひどかったね、みたいなこと言われるんですけど。いやね、滑り出し好調なので、早速続いてのものですね、開けていこうと思います。はい、続いてですね、こちら、なんか触った感じだと、なんだろう。割と、ちっちゃいというか、なんていうか、まあ開けてみましょうか。続いてのアイテムが、こちらです。じゃん！うお！またお前か。お前また来たんか、お前。いやー、バッグっすね。バッグですね。もうこれね、袋開ける前からわかるんですけど、なかなかな、あのね、発色のバッグが出てきましたね。君か。はい。続いて、こちらですね。はい。ボディバッグというか、ウエストバッグになります。素材がレザー調のものになりますね。カラーが、あの、もう見てもわかる通り、先行ブルーということで。ほうほうほう。まあ、あれだろうかな。コーチの福袋は、毎年絶対に青が入るっていう決まりでもあるん。ただ、バッグ、バッグとしてのサイズ感はなんか使いやすそうな感じではありますけどね。はい、こんな感じでちょっとつけてみたんですけど、いかがでしょうか。はい、あのね、結構モノトーンなパーカーに入るようなブルーですよ。で、持ち手のところですね、レザーの素材とかではないんですけど、このオレンジのなんか持ちテープというかに感じになってますね。で、こっちのメインポケットか、こんな感じで、大きめのジップだね。この大きめのジップで開閉できるような感じになってますね。結構サイズちっちゃいけど、まあ、携帯だったりとか、まあ、小さめのサイズとかは入るかな。長財布はちょっと入らなそう。あのiPhone とかは全然入るから、iPhone 13なんですけど、全然入りますね。で、ここにブランドのネームがあるんですけど、コーチのね、蛍光イエローのロゴがありますね。うん。こんな感じあるんですね。なんかちょっとストリートっぽくもあるというか、これは好き嫌いは分かれるんですけど、体感、去年入ってたロイヤルブルーのなんかね、カジュアル使いなのか、ビジネス使いなのか、全くデザイン的にもなんか、なんとも言えないデザインが入ってたんですけど、これは多分カジュアル使いしかできないじゃない。まあ、こんだけ振り切ってくれてると、なしでもないかなって、正直思うから。ただ好き嫌いは分かれるので、自分自身がですね、結構カジュアルな格好を普段から好むタイプなので、苦手じゃないのかなと思うだけで、大概の人はあんまり得意ではないのかなとか思いつつ。まあ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 、なんかスタイリングの差し色というか、この後出てくるバッグがね、よほど悪くなければ、評価が変わってくるような感じですね。で、こちらに、はい、コーチのロゴが入ってますね。結構このデザインが入ったスタジャンだったりとか、他のアイテムとか、結構コーチの店頭に行くとね、他にもアウトレットアイテムとかあったりして、最近推してるロゴなんですかね。っていうか
感じで、レザーカモノがさっき4点紹介したから、これ5点目か。が、ブルーのボディバッグでございます。なんかこうやって背負ってると、今んとこ悪くないような感じに見えてきますけどね。これは、福袋マジックなんですかね。それでは続いてのアイテム出していこうと思います。はい、ではですね、まだ中には結構大きめな袋が残ってるんで、続いてのアイテム出していきますね。続いてのアイテムが、こちらです。じゃん。はい。お、割と大きめなバッグ。さっきよりも一回り二回り大きい感じなんですけれども、アイテムがこちら。はい。あれ、結構丁寧に梱包されてる感じなんですけれども、これがバッグですか？ショルダーバッグ。しかもカラーがブラックっすよ。お、いいんじゃない？ちょっと、あれか。このままだと分かりづらいからちょっと開けていきましょうか。はい、ちょっとね、梱包解いて出してみたんですけれども、シンプルな、この黒のね、レザーのバッグですね。うん。こんな感じで、フロントのところがね、開閉できるような、ボディバッグというかショルダーバッグかな。割とここのショルダー長いので、こんな感じで斜め掛けとかそんな感じができるアイテムですね。ショルダー長いんですけど、もっと短く設定したらちょうどよく背負える感じなのかな。こんな感じ。一応今回メンズの福袋なので、メンズのデザインですね。はい、こんな感じでちょっとショルダー短くして背負ってみたんですけど、いかがでしょうかね。なんかまあ使いやすいような感じですよね。正直俺は普段あんま使わないようなデザインになるんですけれども、世間一般的には割とサイズ感的にも大きすぎず小さすぎずで、まあ、悪くないんじゃないですかね。うん。でさっきちょっとね、塩の部分とか、このね、真ん中のフラップのところですね、こんな感じで開閉できるのと、ここにコーチのロゴがありますね。で、プリントとかそういうのはなくて、このメタルプレートでブランドのロゴが配置されてますね。このフロントのところが大きめな、はい、開閉口になっております。中も結構仕切りがあって、あと収納力とかは全然高いですね。長財布とか携帯とか問題なく収納できるような感じになりまして、ちょっとしたお出かけだったら問題なく使えるようなアイテムですね。で、街とかもやや広めになるので、ペットボトルとかギリギリ入りそうな感じではありますけどね。で、ちょっと取りながらなんですけど、背面にこちら、はい、こんな感じのね、ポケットもついてて、ここにね、わかりづらいんですけどマグネットがついてるので、こんな感じで若干ね、止めることも可能ですね。で、ここになんか入れることも可能です。こんな感じのシンプルなバッグなんですけども、パッと見最初ここね、あのベルト式になってるから、開けるときにいちいちここをね、なんかベルト開けなきゃいけないのかなって思いがちなんですけど、ここはフェイクで、ここね、マグネットで開閉ができる仕様になるので、ほんとデザイン的なところですね。使い勝手も悪くないんじゃないかなと思いますね。いや、これはなかなか悪くないんじゃないですかね。うん。まあ、去年の福袋に関しては、イエローのショルダーバッグと、もうブルーのボディバッグがあって、もう信号みたいなバッグが続いたんですけど、逆にここまで来たら赤入れてくれよみたいな。もう信号福袋としてね、もうこのまま後世に語り継げるような内容だったんですけど、こんな感じで、今のところ安定的な感じになってますね。まあ、だからさっきのボディバッグがさ、まあ、こんな感じで、はい、ブルーだったわけじゃないですか。まあ、一個こうやってブラックが入ったりすると、これがね、なんか別の差し色というか、バリエーションとして生きるというか、うん。今のところはいい内容なんじゃないですかね。これはなかなか面白くなってきましたよ。去年の分を今年回収してる感じですね。もしかしたら。で、まだですね、実はありまして、8万8000のね、一番高い福袋なので、内容はどうなってるんだというところで、けど、中を見てみると、これがラストかな？続いてのやつで、高知福袋8万8000円がアイテムラストでございます。だから今のところ、革小物4点ですよね。で、バッグが2つ。ボディバッグと、まあ、ショルダーというか、小中でサイズできて一番最後、これに一番大きいっすね。さあ、最後のアイテム出していきましょうか。最後のアイテムが、こちらです。はい。これは？お！よく見たことあるようなやつじゃないですか、これ。これ、どっちなんだろう？じゃん。なるほど。4点目がですね、リュック。去年も確かリュックだったけど、あのカラーがね、これもブルーでついたわけなんですけど、こちら。コーチといえば結構有名なデザインなんですけど、このね、モノグラム調というか、はい。C のロゴがね、こんな感じでついてるような人気のデザインですね。去年、このモノグラムのデザインに関しては、小物のみで入ってて、バッグではちょっとも入ってなかったんですけども、今回はバッグで入ってましたね。しかもリュック。カラーが、このモノグラムの部分がブルー。で、ボディの部分がよくダークネイビーみたいな感じになってるような、若干青みがあるようなデザインにはなるんですけれども、まあまあまあ使いづらくはないような感じになってますね。まあ、正直コーチのモノグラムとしては結構ベージュだったりとか、あとブラックとかそういったところが人気で、ネイビーの部分に関しては多分3番4番人気というか、そんなにね上の方ではないんですけど、まあデザイン的にはんな悪くないのか、どうなんだこれ。まあそうっすねやっぱ一番大きいさバッグが充実感があると悪くないなとか思いつつ、うん、まあなんかさ大外れでもないんだよねこれが。うん。まあ、ちょっと仕様の説明していきましょうか。こんな感じで。こちらもですね、さっきのブラックのボディバッグと一緒なんですけど、ここにね、ベルトのようなデザインがあるんですけど、ここがマグネットでの脱着ですね。はい、ここがバッと止めて、止めるような感じになります。で、意外とここに狙いを定めないと止まらないので、結構大変かも。
こんな感じで、はい、マグネットでの開閣可能ですね。はい、フラップ付きのリュックになります。でですね、サイドの部分に関してもこんな感じで、はい、両ポケット付いてますね。これもマグネットでの開閣可能です。まあ、ペットボトルが入るような感じではないですね。よくあるリュックとかだとサイドになんかペットボトルホルダーとかそういったものが付くんですけど、それっぽいデザインですが、ペットボトル入れる感じではないですね。うん、まあ、小物だったりとか、まあ、ちょっとした携帯とか財布とかそういったものを入れるものになるんじゃないかなと思いますね。で、この肩のストラップ、ショルダーのしょい部分の感じはレザーですね。はい、このボディと同じネイビーの脂肪感のあるレザーが使われております。で、背面の部分に関しては結構メッシュ素材になってるので、背当てに関してはまあストレスなくしょえるんじゃないですかね。まあ、レザーのリュックとかだとここがね、一面レザーとか全面になっちゃうと色移りだったりとか、あとしょってるとね結構ブレちゃったりとか、そういったところあるんですけど、まあ、そういった気遣いは最低限されてるような感じですね。で、そこのこのマチの部分に関してもレザー素材が使われてますね。なので強度とかそういったところもある程度担保されてるものなんじゃないかなと思います。で、こちら、はい、ブラックのショルダーバッグと同じでコーチのメタルプレートですね。こちらで、コーチとロゴが入っております。うんうんうん。で、柄に関してはですね、ちょっと冒頭で説明した部分になるんですけども、こちらコーチのモノグラムですね。代表的なデザインでございます。まあ、これが入っていると結構満足感を感じる方もいらっしゃるんじゃないかってぐらい人気な感じですね。去年はバッグで本当にこれが一つも入ってなかったんで、まあ、今年はこれに出会えたところは一つの収穫なのかなと思いつつ、まあなるほどね。いや、これで一回ちょっとキャンバスバッグの中がまあないですよね。うん、これで全部一応こんな感じでハッピーニューイヤーみたいな冊子というか入っておりまして、後ろにですね、クーポンコードが入ってますね。次回3万円以上購入で店頭から 10% ってところで、使用期間もなんか2ヶ月以上あって、ヘビーユーザーの方には結構嬉しいポイントなんじゃないですかね、こういうのは。はい、こんな感じです。ほー、まあ、ちょっと一回振り返りますか。はい、という感じですね。今回マカルのアウトレットで購入したコーチのですね、8万8000円とメンズのバッグとレザー小物ですね、福袋の方の最後おさらいの方をしていこうと思います。で、まずですね、レザーの小物が4点入っておりまして、1つ目のアイテムはこちら、ブラックのレザーのペンケースですね、になります。まあ、使いやすい感じですよね。で、続いてがこちら、本当にハイブランドとかそういったところで一世風靡したレザーのミニ財布ですね、になります。で、3つ目がこちら、パッと目はね、先ほどのミニ財布と似たような感じなんですけれども、中を開けるとキーケースですね、になっております。これがブラウンかですね。まあ、色の差をつけてくれてるのはありがたいですね。で、レザーコムの4点目がこちら、カードホルダーがねいくつかついたような脂肪感のないレザーのカードケースですね。かなり薄いものになっております。で、レザー小物が4点で、バッグが3点入ってましたね、今回も。で、まず1つ目のバッグが一番ちっちゃいボディバッグになるのかな、こちらレザー調の一番発色のいいですね、ボディバッグになります。ここにコーチのロゴが入ったバッグですね。なんか振り返ってみるとね、なんか悪くないデザインなのかなと思いつつ、好き嫌いは分かれるけどね。で、続いてこちら、コーチのショルダーバッグですね。はい、レザーの結構脂肪感のある重厚感のあるようなバッグになってますね。うん、割と普段使いというか、あ、ビジネス使いではないような感じですね。まあ、こんな感じのフラップ付きのショルダーバッグでございます。で、今回の福袋の一番の大物ですね、こちら、このコーチのモノグラム柄のリュックですね。カラーがネイビーブルーですかね、になります。まあ、去年はね入ってなかったモノグラムバッグなので、これはどっちなんですかね、当たりに入るべきなのかというところ で、こんな感じで振り返ってみると計7点ですねが入った福袋で、合計8万8000円でございます。なるほどね。まあ、去年も同じ価格を買ったわけですよ。で、約9万円ですよね。で、バッグが3つ、ほんと黄色とブルーだったわけで、今回は、まあ、一色ブルーでちょっとね、心臓チクッとしたんですけど、ショルダーバッグがブラックだったりとか、リュックが、まあ、モノグラムデザイン変えたりとか、っていうところで、これはほんと忖度なしで、これ自腹で購入したのレビューになるので、まあ、本音の部分なんですけども、まあ、いろんなね、まあ、去年の自分のね、中身だったりとか、他の YouTube チャンネルとかいろんなね、過去のやつを見たりもしたんですけど、比較的これは当たりの方だと思いますね。これ。それこそ去年のバッグとかはリュックもブルーで、今回のバッグで言うと、このね、ミドルサイズのショルダーバッグに関してもブルー。で、ちっちゃいバッグもイエローで、もうなんかバッグ全滅みたいな感じだったんですけど、今回に関してはブルーのバッグは好き嫌い分かれるんだけど、俺的には嫌いじゃなくて、で、他の2つに関しても、悪くないかなとか思いつつ。でね、福袋に関しては気に入ったアイテムを使って、使わないアイテムとかはね、結構売ったりとか、そういったところに使うときに、割と今回はリセールが強そうなアイテムが多いなと思ったんですよね。逆にレザーコモに関しては、ちょっとつまんなすぎる内容だなと思ってて、なんかブラックが多くて使いやすいところはあったんですけど、せっかくだったら、なんかモノグラム柄だったりとか、逆に小物の方で色物を刺してもらってもよかったんじゃないかと思いつつ、すごく置きに来た内容すぎるなと思ったんですよね。まあ、ただね、レザーコモをなんかまとめて欲しかった方にしては、これね、一
式セットが揃うので、なんか悪くない内容なのかなと思いますね。なんか使わないやつはなんか売ったりとか人に譲ったりとかそういったところもできるので、なんかどれをもらってもなんか困るものではないかなと思うのが本当正直な意見ですね。はい、といった感じですね。このマカリアドレで購入したコージュ福袋ですね。一番高い最高額の福袋の88,000円、福袋の内容は以上となります。いや、どうだったっすかね。ちょっと最後に毎回ですね、福袋の開封した後にですね、点数をつけておりまして、5段階評価なんですけれども、今回のコージュ福袋2023年バージョン、4かな、これは。ちょっと迷ったんですよ。3か4かで迷ったんですけど、まあ、小物の質も悪くないし、あとバッグに関しても一色色物入ってたんですけど、残り2色が、悪くないなって思って、このリュックなんだよね。ちょっと迷ったのは。やっぱリュックでネイビーは、正直そんなに使いやすくない色ではあるんですけども、人気のデザインではあって、大きく外れてるものでもないというところで、私自身がですね、普段は現役のね、プロのバイヤーとして、ね、活動してる立場なので、ネイビーのバッグですね、売れないわけではないけど、セールになりがちなアイテムではあるなところで、けど定番とか、でしかもブランド的なので人気のデザインとか入ってるところですごい評価がね一番しづらいところだったか迷ったんですけど、これをねこけおろすほど悪くはないものが入ってたなっていうところで、全体のスコアは4かな。ほんとね、コーチの福袋、場合によっては本当に大事故が起きるような内容でもあるので、今回はですね割と良かった内容なんじゃないかなと正直思います。はい、といった感じで今回の動画は以上となります。コーチの福袋に関してはですね、自分のチャンネル以外にもいろんな開封動画があったりするので、気になる方もね多いと思うんですよ。やっぱ福袋リバーコーチというか本当に有名な福袋もあるので、このね動画を見た後に、他のねチャンネルでもコーチの福袋開封動画いくつかやってるところもあったので、それいくつか複数見てみて、こういうのも入るんだとか、逆にこういうの来るんだみたいなところで、いろんなバリエーションを見た上で、自分の中で平均値を出してみて、買ってもいいかなとか、自分にはちょっと合わないかなところを、いろいろ精査していただいて、参考にしてもらえたらと思います。はい、というわけで本日の動画も以上となります。このチャンネルではですね、新年からいくつか福袋の方を開封する予定でございまして、まだまだ魅力的な福袋ですねが待っていて、自分のチャンネル史上最高額の福袋の方も購入しておりまして、自分自身もですね本当楽しみにしているところで、この後ね開けるわけなんですけれども、後日ねそちらの動画もアップしていくので、よろしければですねチャンネル登録していただいて楽しみにしてもらえたらと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。